ちゃっ、こんにちは。はい、さあ豊さん、はい、今シーズンの、12チームの展望、はい、第2弾ねえ、はい、阪神、ソフトバンク、ロッテを占います。来たね、いきなりいきなり阪神来ました。まあ阪神、はい、優勝候補の筆頭ですよ。お、豊さん的にはもうそうなんですね、うんうん、あれを取りに来ます。出た。ただ条件があって、はい、まあ岡田監督が言ってるのは、キャッチャーは梅ちゃんでいくと。はい、主戦はやっぱ梅ちゃんだと、うんうん、でファースト大山、はい、まあ、セカンドに中野、うん、渡辺、サードに里輝、はい、でショートに小畑と熊谷とか、あと、まあ、いっぱいいるよね。いますね、はい、うん、だから二遊間をしっかり守備力を上げないといけないっていうふうに岡田監督は考えてるはずだよ。だからキャンプの時に、まあ、サトテルはまあそこそこうまいし、大山も守備はそんなに心配ない、うん、ファーストに入ればで梅ちゃんはいい、阻止率も高い、もう二遊間だけなんだよ、うん、だコンバートしてる中野、まあ、少しは楽になるだろう、うん、そうなってくると送球のミスも減って、まあ、セカンドとしてか、はい、いいだろう、うん、で小畑、はい、これをどうするか、うん、まあ、ここ1点だけだよ、まあ、ショートを 誰をどう持ってきて作るかどうか、まあ、おばたって言われてるけども、おばたじゃない可能性もあると。はい、おばたって言われてるかも分かんないけども、はい、木畑、木畑ちょっと待って、ちょっとごっちゃになっちゃう。木並が、はい、入ってくる可能性だってあるわけだから、笑いすぎだろお前。斬新だなってすいません。木端ね、はい、もうそうなってくるよ、年取るの、ね、まあ、もうだから本当木端で争うですよね。そうだね、木並選手と小畑選手、ガチャンコさせて、そうやって覚えておいた方がいいよ、木端、木端、はい、熊谷もいるし、はい、まあ、そういった選手と争わして、でもね、最終的には併用して使うとかそういうことはしないと思うよ、うん、岡田監督はそうです、ね、岡田監督はもうつかんだらその人と心中するぐらいの気持ちがあるから、うん、はい、まあ、そうしていくだろうな。うん、でレフトに森下、はい、もう中央のね、はい、ルーキー、はい、まあ、多分いいと思うんだよ、うん、で近本、はい、でライトに外国人、うん、まあ、肩が強ければ森下がライトに行ったりだとかするだろうけども、はい、まあ強いな。うん、なんか、最近で一番強い阪神のなんか布陣が敷けるんじゃないかっていう。やっぱレギュラーが多いということはそれだけ安定しているということ、うん、それとやっぱあんまり必要以上に考えなくていい、まあ、それとこの打順、ああいいねって言うかもわからないけど、点はあんまり取れないと思うよ。え、そうなんですか。取れないよ、誰が打つんだよ。じゃあ名前だけでお前数字なんかないじゃないか、みんな。いい数字を持ってるのは近本、はい、中野もその部類かなとは思うけど、うん、そのぐらいだよ。あとは2割5分とか2割6分7分、はい、こんなもんじゃない、うん、だから当てにはなんないよね、うん、まあ、だけど、はい、岡田監督の点の取らせ方、はい、これがうまいから、へー、見たいです、早く試合を見たいでしょ、はい、って口パクパクしてるから、絶対に絶対にベンチで、なんかこう思ってるから、なんかパクパクして言ってる、なんか思ってるから。まあピッチャーはもう言うことない、もうないですね。西勇輝も残ったしさ、はい、まあ抑えの弱さがちゃんと機能してくれるかどうかっていうね、はい、一つポジションをプレッシャーのあるところに変えたから、だからそこら辺で耐えられるかどうか、また疲れ、はい、まあ、そういうのが残ってないのかっていうことを。でも抑えをできるピッチャーっていうのは他にもいるよ、あそこは。あ、ただ湯浅は適任ではある、はい、うん、だけどダメだったら他のピッチャーもできる、うん、まあ、そのぐらいの量を持ってるよ、はい、魅力あるな阪神はな。そうですね、ただ4番を里輝っていう、就任当初は言ってたけども、はい、これをどうするかだよね、うん、まあ、4番はあんま関係ないけどね。だから大山が4番打ってもいいし、里輝打たしたいんだったら打たしてもいいし、うん、ただやっぱこうどっかで細かいことで点を取ろうというふうには岡田監督は思ってるはずで、あの阪神のさ85年のあの打線は異常だから、うん、あ、そうなんですね。また再びっていうのはないですか。ないない、あんな大丈夫な巨人の、ね、はい、20発以上っていうのが5人だったかな。ポランコ、ウォーカー、岡本、中田、丸、はい、これ5人いるでしょ。あの時は30発トリオ、40発トリオだから、
そうか、もうみんな入れてたんですね、僕は。もうだから、まあ、あんな異常だから。そうなのか、うん、ただ甲子園はやっぱ点を取るのは苦労するっていうのは岡田監督が一番知ってるから、はい、だからそこら辺の野球はちゃんとやってくるから、うん、まあ打てなくても他の球団と、あ、得点はって言ったら3位か4位ぐらいにはいるはず。あのピッチャー陣を要してそのぐらいだったら十分優勝は狙える。もう そこまで多分計算して岡田監督はもう岡田監督ね頭いいんだよ。良さそうです、はい、野球のなんか抜群だから、うん、面白いよ発想も。あ、そうなんですね。だからなんかこう正統派かなと思ったらとんでもないことを考えてる時あるからね。それが試合で見られるっていうのがやっぱ今シーズンの醍醐味というか楽しみですね。ほらほうよほら出ました、ほらほうよ、ほらほう。続いて、はい、ソフトバンク、はい、ソフトバンクは根こそぎいってるよな。そうですね。 あれも欲しい、これも欲しいで、うん、そんなに困ってるかなと思うんだよ。あの選手層は厚い気がするんですけどね。だから巨人の発想に近いようなことをやり始めてるよね、はい、これはチームが危険な状態なんだよね。というと、いやだから若手のモチベーションがなくなるということだよ、はい、だって4軍制まで引いたわけでしょ、はい、それはまだ稲刈りができないぐらい育ってないのかもわからないけども、そこを待ってモチベーションを上げないといけないんじゃないのかっていうのが、根こそぎなんかこう FA で取りたい、こっちも取りたい、外国人も取りたい、これだとさ、俺は4軍制を引く意味があるかっていう、なんかね球団の方針がちょっと変わってきてるような気がするんだよ。ソフトバンクの一番の評価っていうのは育成がうまいっていうことだったじゃない。だけどもう取ってつけたように継ぎはぎみたいに選手取ってきて、これ当てはめたら優勝できるかみたいな、俺はちょっともうソフトバンク申し訳ないけど魅力がなくなってくるよってこの予感がするんだよ、はい、勝手にやってるよって、うん、金使って取ってくればいいんじゃないって、福岡のファンがこれを許すかどうかだよ、うん、だって孫さんが球団作った時に同じ選手だったら顔のいい方取れって、うん、女性に人気が出るかもからない、同じような選手だったら地元に近い九州に近い方の選手から取れって、うん、すごく地域愛があったわけよ、はい、だけどそれをさ根こそぎなんかさ優勝しなきゃいけないからって、うん、そうかって思うんだよね、はい、だ俺は選手のモチベーションが俺は心配だと思う。だって4軍まで持つ必要があるか、そうだったらないですよね、うん、だから言ってることやってることとこっちの答え合わせが全然違うことをやってると、はい、やっぱモチベーションはなくなるよ、うん、みんなでこの4軍から1軍まで全員で優勝を目指すんだって、うん、他の血はいらないぐらいの感覚でいないと、はい、球団としてはちょっとおかしくなるんじゃないかって。そうですね。だけど今の戦力で全く戦えるから。おー、だってなんでそれで戦おうとしないんだって思うよ、うん、まあ、昨年だって最後の最後までマジックが出ててあと1勝できれば優勝だったのができなかったわけだろ、はい、この原因はいい選手がいなかったからかどうなのかっていうことでは俺はないと思うんだよ、うん、そこにはいろんな要素があったと思うんだよ。だからそこをやっぱり見つめ直さないとさ、うん、まあ、偉そうに言ってるけどすみませんいやでも正月そうそう、いやいやだけど俺はそう思うんだよ、うん、確かにそうですね、うん、だからモチベーション選手たちが下がるようなことをやっちゃいけないということだよ。そこですね、うん、FA でも一人の選手だったらいいよ、はい、もう根こそぎ行こうとしたしさ、あのこっちもあっちもそっちもっていう、そのさ進展が見えたということがなんかすごく嫌なんだよね俺はね、うん、十分今で戦う戦力があるの？全然あるよ。そうですよね、全然いい選手がたくさんいるし、うん、そういう選手を抱えながら、うん、FA で持ってくるかってくそーと思ったら、うん、あの選手みたいになるぞって言って、はい、コーチと一緒にマンツーマンでやるぐらいじゃないと俺はソフトバンク上がってこないと思う。そうですねと俺は思うんだ、うん、ってなると見据えてるところをちょっと視点変えないと、変えないといけない、ね、難しいってなってきますよね。ここの、ね、能力高い選手とかあの、いや、いる、本当に有望な選手多いだけに、まあ、間違いなく優勝候補 の、うん、あの一角だよ。そうですよね、うん、さあロッテです。はい、いい選手はいる、はい、ただそのパンチ力がない。パンチ力、パンチ力がない、うん、ハイボール作って炭酸がちょっと抜けてるみたいな。気が抜けてしまうというそうそうそう、強炭酸入れないと。そうですよね。いやいや、もう本当にパンチっていうのはさ、はい、マーティンであったりレアードであったんだよ、はい、
ね、これはまあ抜けた、はい、まあ、新しい外国人持ってくるけども、やっぱりね、いくら能力が高くても最近の野球ってホームランで決することが多いわけだよ、はい、いいピッチャーいるよ、山本につないでつないで、ね、何点取れる、3本1イニングで打てるか、打てないです、ね、打てないだろ、はい、そしたら間違っても一発打てる選手がさ中に入ってないと怖さがないんだよ、うん、高部とかも成長した、藤原はもっと成長してほしい、うん、まあ、安田も成長した、うん、いろんないい選手は中にはいるんだけどもさ、やっぱあとはその人たちを生かすバッター、はい、だから結局主軸が育たないという、それでも大問題ですよね、主軸。だからその、まあ、例えば車で言えばハンドルやタイヤやボディはある、肝心なエンジンがない、燃料がないみたいな、それで走れない、で走れないんだよ、そうです、パンチが効かないんだよ、エンジンになる素質があるのは安田であったりだとかさ、はい、藤原であったりとかさするわけだけども、うん、でもそのなかなかやっぱこうホームランっていうことにはたどり着けてない、だから外国人、いい外国人を連れてきて打線がつながるようになったら本当にロッテはいいチームになるよ、そうですよね、だからマーティン、レアードが打ってる時は本当にいやらしい打線だったから、そうですよね、だから、うん、一昨年とかは本当優勝争いでそうやってやってましたからね、そうそうそう、だから荻野、うん、マーティン、荻野、はい、レアード、それだけで点が取れるんだから、はい、荻野が出て、うん、走ってタイムリー、荻野、うん、が出てホームラン、はい、もうこれで点が取って、あとは強力なピッチャー陣で抑えて勝ってるっていう、うん、そういうチームだった、はい、でもパンチがないんだよ、パンチが、吉田のパンチ、うん、そういう風な選手、外国人を連れてこなきゃダメだな、うん、そうですね、急には育たないから、ロッテは外国人は連れてきていいよ、さっき言ったソフトバンクはもう連れてこなくていいからって、もういいと、うん、4分線まで引いたらそこ上げしろと、ロッテは連れてこないとチームなんないから、ちょっと逆ですね、逆なんだよ、だから連れてきてロッテはね、だ、まあ、ピッチャーは中継ぎ陣とかね、はい、まあ、素晴らしいし、うん、いいんだけど、やっぱ先発が手薄だな、ちょっとな、そう、佐々木朗希投手今シーズンどういう、いやもう甘やかさないでしょ、うん、まあ、甘やかしてるわけじゃないけども、はい、まあ、成長過程にあってああいう使い方になったと思うけども、うん、今年はやっぱりローテーション守ってほしいよな、そうですね、うん、そしたらもう勝ち星なんていうのは10以上は計算できるピッチャーだし、はい、だからあとはねやっぱ故障が多いよな、うん、先発投手、まあ、中継ぎも含めてだけど、だからまあそこら辺の投手陣が戻ってきてちゃんとパフォーマンスをしてくれたら、まあ、優勝候補の一角だ、ロッテもいけるって、そうですね、もう、いや本当に本当に、だから頑張ってほしいと、そうですね、はい、さあここまでで6チーム半分終わりました、はい、明日からはさらにまた3チーム3チームとやっていくので、ね、はい、ぜひ見逃さずに明日からも見てください、はい。